はい、皆さん今日もおはようございます。ライスバーガースタジオのヒデです。皆さん今日もお元気でしょうかはい。二、えー、日酔いです。<laughs> えっと、めちゃくちゃ二日酔いの中、今、ポッドキャストを収録しています。昨日はですね、えー、っと、話しさせてもらったように飲み会がありました。 はい、えー。昨日はですね、もう夜中の3時くらいまで飲んでて、えー、いろんな話をしてね、楽しい時間を過ごしていました。飲み始めたのが7時くらいかな ?7 時くらいからで、まあ、ゆっくりゆっくり飲みながら話をしながら、ご飯を食べながらだったんですけれども、気づいたら3時。<laughs> もう、飲みすぎやし、 夜遅くまで、えー、起きてね、ちょっといろんな話をしていました。ちょっとね、あの二日酔いなんですけれども、今日も頑張ってお話ししていきたいと思います。皆さんの日常もね、あのどんなものだったかぜひ教えてくださいコメン。コメント欄でお待ちしております。はい。というわけでですね、今日のタイトルに入っていきます。バカになろう。 というお話をしていきたいと思います。内容に入る前に一つご案内です。パトレオンではたくさんの特典を用意しております。英語、日本語のサマリー。このポッドキャストのエピソードのサマリーですね。あとは音声がダウンロードできる機能。あと、ライブポッドキャストとして僕の取り立てのポッドキャストの音声が聞ける ような、そんないろんな特典を用意しております。日本語のサマリー、英語のサマリーを事前に読んでおくことで、日本語のリスニング練習とても役に立ちます。そして、季節の話も僕はしています。ので、ライブポッドキャストでもですね、あの、その大切な季節のイベントというのを見逃さないようにするために聞いてもらえればとても役に立つと思います。 パトリオンはですね、概要欄の方にリンクがありますので、そちらの方からぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい。というわけでですね、今日のタイトル、バカになろうというね、お話をしていきたいと思います。昨日はですね、飲み会でした。えー、ここまで飲んだのは久しぶりです。<laughs> もう、みんなね、昨日は3人で飲んでたんですけれども、えー 本当、がっつり飲みましたね、本当に、うん。で、昨日はその3時までとは言ったんですけれども、実際に飲んでいたのは、えー、まあ、10時くらいかな。10時くらい。夜の10時くらいで、そこからはですね、家に帰ってきて、キャンプファイヤーをほとんどしていたんですね。キャンプファイヤー。キャンプファイヤーをしながら、もう、炎を見ながらね、えー、 いろんな話をしていました。皆さん、キャンプファイヤーはしたことありますかキャンプファイヤーね、もうめっちゃくちゃ美しいです。もうめちゃくちゃ綺麗。そう。ちょっとね、いい動画も撮れたかと思うので、あの、パトレオンの方でね、あの、またその動画を上げたいと思います。キャンプファイヤーはね、あの、日本では、というか僕の住んでいる大阪ではですね、あまりできなくて、そう。 このアメリカにいる間にね、すごくいい時間を過ごさせてもらってます。そう。で、キャンプファイヤーですね、えー、昨日していたんですけれども、たくさん話をしていました。アメリカの文化についてもとかですね、あとは日本の文化とか、そう、いろんな話をしていて、もうね、 ファイヤーを見ながら、その、話すときって、なんかね、集中できるんですよね。だから、すごい深い話になったりして、アメリカの文化ってこんなんだよね。日本の文化ってこんなんだよね。とか、いろんな話をしている中で、なんか結局、俺たちって同じだな、みたいな <laughs>。そう、あの、すごく深い話をしていました。とても楽しい時間でしたね。本当に感謝したいと思っています。 とですね、えー、昨日は本当に楽しい時間を過ごしていたんですけれども、まあ、最近はですね、あの、このポッドキャストでもお話しさせてもらっているように、同じような日々を過ごしていました。同じようなルーティーンをですね、ずっと過ごしていました。朝起きて、ポッドキャストを撮って、日本文化の勉強をして、えー、細かい小さな仕事を終わらせてから、アドベンチャーブライスバーガーの仕事をする。 そしてまた次の日が来る。同じルーティンを繰り返す。みたいな、ずーっとその繰り返しでした。でですね、仕事はやっぱり楽しいんですよ。僕はこのライスバーガーの仕事はとても楽しくやっています。ただ、やっぱりですね、ずーっとずーっと同じ生活だと、疲れが出てくるんだろうなぁと、昨日感じましたね。 そう。で、ポッドキャストのですね、最近のタイトルを見てもらったらわかるかと思います。笑おうとか、元気でいる方法とかね。なんか自分を励ましているような感じがしていて、あら、これ元気なかったんかなーって今になったらすごく思います。実はですね、昨日飲み会に行く前も、あ、なんか、あ初めて ちゃんと遊ぶ友達だったので、昨日ですね。その僕の友達と、えー、友達の友達で3人で飲んでたんですけれども、まあその初めてほとんど会うぐらいの感じだったので、ああ、なんか新しく会うの大変だな、疲れるな、とか。<laughs> やっぱり初めて会う人ってちょっと緊張するじゃないですか。僕はちょっと緊張するんですけど、まあその、 ああ、初めて会う人緊張するな疲れてるのにちょっと、ああ、今タイミング悪いなとかいうふうに思っちゃってたんですよね。そう。で、それで気づいたのが、ああ、やっぱ疲れてるなと。この何も変わらない日常を過ごしているだけってあまり良くないな健康的じゃないなということを思いました。まあ結果的にですね、 本当に行って良かったなと思います。今です、ね、もうとても元気で、あの、その新しい友達ともめちゃくちゃいい時間を過ごすことができて、あ、飲み会行って良かったな、今めっちゃ元気だな、幸せだなというふうに感じられています。たまにはバカになること、それがとっても大切なことなんだなというふうに思いました。 それが結果的に心の雲を晴らして、心のモヤモヤを晴らして、次からも頑張ろう、明日からも頑張ろう、これからも頑張っていこうと思えるわけですよね。その気づきを昨日の飲み会とあとは最近の仕事のルーティーンで気づくことができました。こんな言葉があります。今日の言葉ですね。晴れとけ。 晴れとけという言葉ですね。カタカナで晴れ。そしてあとはけ。晴れとけという言葉ですね。これは日本の古くから伝えられてきている文化ですね。晴れというのは楽しい日。お祭りなどをして全力で楽しんだりする日のことです。そしてけ。けは毎日のルーティーンですね。仕事だったり、家事だったり。 育児などですね。毎日の、えー、やるべきことをこなしていく行っていくそれが「K のことです楽しく生きていくには心を豊かに生きていくにはこのバランスが大切というわけです「晴れ」と「K ですね自分の体というのはやっぱり正直なもので 晴れを必要としていたんだなぁと最近のルーティーンを見て思いました。毎日ですね、同じルーティーンで、あ、何かちょっと今日元気ないなぁとか、あ、なんか面白くないな日常大変だなって思っている方はですね、ぜひぜひ全力で楽しむ晴れの日も作ってみてもらったらいいかなというふうに思います。僕は昨日すごく楽しみました。はい。というわけでですね、今日は バカになろうというお話をしていきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。日本の心あなたの日常にということで、バカになろうと話をさせてもらいました。ここからですね、一日一個として日本の文化についてお話をしていきたいと思います。ここからは少し日本語のレベルが上がるかと思いますが、 挑戦したいという方はぜひぜひ一緒に最後まで聞いていってください。勉強頑張っていきましょう。はい。今日の一日一個はお年、おとしぶみ。おとしぶみというものについてです。このおとしぶみは何かというと、和菓子ですね。和菓子。日本のお菓子。和菓子のことです。このおとしぶみはですね、実はこの秋の季節ではないんですよ。 5月なんですよね。夏の季節の、えー、ものであるんですけれども、まあ、昨日勉強しているときにですね、あ、これめっちゃおもろいなと。あ、これは、あのー、聞いてくれている人たちにも共有したいなと思って、今日はこの話をさせていただきます。落とし踏みの和菓子の見た目はですね、緑色の葉っぱで、 あんこを巻いて、その上に白い粒がポツポツと乗せてあるようなものですね。はい。で、この和菓子の誕生由来、誕生したきっかけがとっても面白くて、まず落とし文が何かというと、これは置き手紙のことです。昔、秘密ごとやラブレターとか、 恋文などですね。そういったものを人に渡すときに、直接手渡しで、はい、どうぞと渡すのではなくて、さりげなくその人の近くに分かりやすく落として、それを拾ってもらうという渡し方をしていたんですね。直接渡してしまうと、秘密事とかがバレてしまうからですね。そして、その手紙を渡すときに、どういうふうに手紙が 作られていたかというと、くるくるくるっと巻かれた状態で渡されていたんです。落とされていたんですね。それが落とし踏みというものです。じゃあなんでこれが5月の和菓子に関係しているのかそして葉っぱになんで巻かれているのかそしてその白いつぶつぶは何なのかその答えはですね、実はこの季節に現れる 昆虫に関係しています。虫ですね。その昆虫の名前も、この落とし踏みと呼ばれていて、まさに、この手紙を渡すときの落とし踏みのような行動をするわけです。ちょっと難しいですね。えー、落とし踏みというこの昆虫の名前も実はこの落とし踏みから来ています。 はい。卵を産むときにですね、昆虫はいろんな場所に卵を産みます。木の中であったり、土の中、あとは水の中とかですね、いろいろと卵を産む場所があるんですけれども、この落としぶみの昆虫はどこに卵を産むか。葉っぱの中に卵を隠すんですよね。 でかい葉っぱ。もう自分のその体の何十倍もある葉っぱからカプセルのようなものを作ってその中に卵を産むんですよ。そう。その葉っぱのカプセルが人間の落とし踏みに似ているということからこの和菓子が誕生したというわけですね。この落とし踏みが5月から動き始めて 葉っぱに卵を産む。その習慣から、この落とし踏みという和菓子が誕生しました。じゃあですね、和菓子の上にある白いつぶつぶって何なのか卵です。<laughs> ちょっと気持ちが悪いですよね <laughs>。そう、ちょっと気持ちが悪いんですけれども、この落とし踏みが、えー、葉っぱのカプセルを作っている姿、もうめちゃくちゃ愛おしい、かわいい、一生懸命で感動するので、えー、ぜひですね、動画も見てほしいなというふうに思います。というわけで今日はですね、一日一個ということで、落とし踏みについてお話をさせていただきました。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。 今週は、えー、今日は金曜日ということで皆さん良い週末をお過ごしください。僕はですね、フロリダの方に行ってこようと思います。また写真をあげたいと思いますので楽しみにしておいてください。では、良い一日をお過ごしください。ほなまた。